久留米市田主丸町にある日本酒、焼酎、ワインの3つの蔵元が同時に蔵開きを行う田主丸春祭りが開かれています。1699年元禄12年に創業した日本酒の蔵元、若竹屋酒造場です。午前10時の祭りスタートと同時に日本酒ファンが訪れ、鏡割りで振る舞われた今年の新酒に舌鼓を打ちました。田主丸春祭りは若竹屋をはじめ、果実ワイン蔵元、巨峰ワイナリー、ごま焼酎でおなじみの紅乙女箕面蒸留所の田主丸町内にある3つの蔵元が同時に蔵開きをするイベントとして親しまれています。楽しみですね。春の風物詩やから最高です。田主丸春祭りは明日まで開かれ、各会場を回る無料周遊バスも運行されています。